両天秤の小僧め、少しはやるようになったな。さて、2個目はどうする？大の木。面の男はなぜ己をわざわざマダラと名乗ったのでしょうか？マダラという存在がこの世に生きているのではないか。欺瞞に満ちた存在でもそう思わせておけば世界は恐怖する。その名が力なんだ。その名は注意を引きつけ、みんなを戦争に巻き込むだけの無視できないハッタリになった。私らはもう釣られちまってんのさ。何があった？第四部隊の戦場に空を覆うほどの大岩が落とされたという情報あり。この揺れはその影響だ。何ということだ、一度にこれだけの人数を。間違いない、マダラの術か何かだ。綱手様、このままでは。私が行く。マブイトが言ったな、転送の術を用意しろ。無理です。転送の術は物を送るための術ですよ。琥珀の城兵の時とは違います。人の身では早すぎる転送について行けず死亡するだけです。あれに耐えることのできた人間は三代目雷影様だけ。三代目の血を引く四代目雷影様ならともかく、おかげ様は無理です。少し考えがあります。玄魔の正体をここへ呼び、飛来神の術を使って移動する手です。それはあいつを移動させるために使え。ちょうど玄魔たちと行動を共にしているはずだ。しかしそれでは。心配するな、私はこれを使う。そういうことですか。そういうことですかって、雷影様、火影様に考え直すようにと。マブイ、転送の術の準備をしろ。二人分だ。雷影様。状況は最終段階まで来ている。今こそ総大将の出番だ。大丈夫か、ガーラ。ああ、だが…土影のじいちゃん。大丈夫だ、まだ生きている。重傷だがな。これが陸道仙人の力。素晴らしい。やはり憶測通り、シャリンガンの行き着く先はリンネガンでしたか。俺がこの目を開眼したのは死の少し前だ。兜とか言ったな。この体に何をした？だから言ったでしょ、全盛期以上に仕上げておいたと。だからか。さて、ちらほら生き残りがいるようですね。土影と風影はさすがにしぶとい。どうしますか？少し確かめておきたいことがある。グルー、わしを呼ぶこのチャクラ、マダラか。キュービはまだ捕らえていないようだな。そのための戦争ですよ、これ。ほら、ちょうどあそこ、あの人中力の中にキュービが封じられています。ですが注意してください、ああ見えてなかなかやりますから。ではその力、見せてもらおうか。木遁、次回放たん。クソ、チャクラももう残り少ねえ。どうすりゃ。ナルト、今回は力を貸してやる。また体を明け渡せって言いてえのか。違う、チャクラだけをお前にやる。マダラはスカン、
あいつに操られるくらいならお前の方がマシだ。キュービン、わかった、お前の力借りるってばよ。多重影分身の術、あれナルト、オーダー変、入れるか。お前の言う通りなかなかのやつだ。でしょ。キュービからもらったチャクラ一気に使っちまった。もう限界だ。ナルト、もういい、あとはわしがやる。土影、もうあんたも。やっと己を拾う場が来た。そのための相手には十分じゃぜ。もう少し術を試したいんだが、もう踊れそうにないな、大野清。わしら忍びはずっと戦いに明け暮れてきた。自国と自里の利益のためだけに戦い続け、他国と他里など顧みず、ただ奪う、奪っては奪われ、奪われては奪い返す。憎しみは膨れ上がり、三度も戦争をした。それが生きていくということだ。その年まで生きて過去の痛みから何も学んでいないとはな。あんたより長く生きてる。学び、一回りした。過去の痛みを知るからこそ、どう先へつなげていくのが最善かを考えることができる。で、また四度目の戦争だ。これが最善ですか。この戦争は違う。かつて戦争で奪い合ってきたものとは別のものを皆が手に入れるための戦いじゃぜ。こいつらを、忍び連合を見て、時はただ刻むだけではないと分かった。世界は過去を重ねてゆっくりとだが成長しておる。平和に向けての、世界はこれ以上成長する必要などない。無限の月闇の中で眠っていればいい。眠るのはあんたじゃぜ。己のために、未来のために、お前はここで倒す。そうか、まだ踊れるというわけだな。機関棒に砂手のばあちゃん、大丈夫か。ああ、もう傷は回復させた。到着しました。まさかあなたたちが飛来神の術を使えるとは思いませんでした。これも四代目火影の教えあってのことです。とは言っても三人がかりでやっとできる代物ですが。助かりました。みんなまだ生きてるってことは遅れずに済んだようね。やっと暴れられる。待ちくたびれたわ。さあ、準備はできた。やはり長生きはしてみるもんじゃぜ。まさか五影揃って共に戦う日が来るとはな。五影か。俺もやるってばよ。その必要はない。なんで。この戦争はもうお前を守るだけのものじゃない。皆で守り合う戦いじゃぜ。なら俺だってここでまだろ。聞け、ナルト。わしはな、
今回この戦争、はじめはただ暁を倒すため仕方なく手を組み忍び連合に乗った。がお前たちと共に戦い、前と違う感情をわしは感じ取る。今わしは忍び連合の土影としてここにいたいのだ。そして同じようにかつてバラバラだった忍びの里里も連合として一つになり変わろうとしている。ならば憎しみを生んできた忍びの世のシステムだってもしかしたら変われるかもしれん。こっちのマダラはわしらに任せ、必ずケリをつける。それがこれまでの憎しみを止める一歩となる。あっちのマダラはお前に任せる。それがこれからの希望を進める一歩となる。古いやつ、新しいやつ、どっちのマダラにも勝つことが戦争の終わりを意味する。私たちはこの戦場でお前を守る。だからお前も向こうで戦い、私たちを守れ。ナルト、お前に五影からこの言葉を預ける。勝つぞ。風が空を切った。地を蹴って少年が早手となる。戦いは佳境へ。混迷の時を抜け、その先にあるものは。忍界大戦も佳境に入った。頃合いだな。そろそろ九尾を狩りに向かうとしよう。新たに作り出したこのペイン陸道を使ってな。どうした？どうやら五影とマダラの戦いが始まったようだ。巨大なチャクラ同士が激突している。ついに始まったか。この戦いは今回の対戦の勝敗をも左右する。必ず勝利してもらわねば。刺客、こちらにも連絡が入ってきたぞ。渦巻ナルトの影分身隊が続々と戦場に到着しているとの報告だ。すでに海岸線の第一第二混合部隊、そして第二別動隊には合流を果たし、敵の殲滅にかかっている。そうか。忍界全体が大きく動き始めていますね。ああ、結末に向けてな。ここまで来れば俺たちにできることはもう少ない。あと現地の仲間を信じるだけだ。頑張ってくれよみんな。いくら倒しても次から次に。この戦い、いつまで。安心しろ、さくらちゃん。もう終わる。俺が来たからにはもう大丈夫だ。ナルト、お前、なんでここに。決まってんだろ、一緒に戦うためだ。しかし、この戦争はナルト君を守るためのものです。それなのになぜ。俺一人生き残っても意味はねえ。やるならみんなと一緒にとことんやる。そう決めたんだ。ナルト、あんた。この戦場、一気に決めてやる。みんな、行こうぜ。よっせ。
最終章、平和への道。この体ではこれが限界か。一匹は片付けた。残すはお前だけだ。うちはまだら。結局のところお前たちとの戦いは俺にとっては時期に等しい。かつての柱間との死闘に比べれば何も感じることのないただの小さな戦いだ。その小さな戦いが今のわしらにとって重要じゃぜ。この一戦に勝利すれば忍び連合の勝利は目の前です。俺を前にして勝利などありえん。それは最後までやってみなければわからない。風影の言う通りだ。せめて貴様の思い通りに行くと思うな。図に乗るな。さっきも言ったが俺は貴様らと遊んでやっているだけだ。シャリンガンとリンネがこの二つの力を使えば貴様らなど刹那の間に始末することができる。教えてやる。いかに抗おうと振り払うことのできぬ絶望があるということ。ウチハをなめるなよ。なめるなか。ではこちらも教えてやろう。ウチハマダラ、ここにいる私たちとあんたとでは決定的な違いがあるのは知っているか。それは力の差か。違う。それは経験の差か。それも違う。私たちとあんたと決定的に絶対的に異なるさ。それは影のみが背負う幾千幾万の人の意志だ。意志だと？影の域に立ったことのないあんたにはわからないだろうがな。私たちの背には私たちを慕う仲間たちの思いがある。その思いがある限り影は倒れることは許されん。いかに相手が強大であっても、いかに傷つき膝をつこうとも、最後に立っているのは我々でなくてはならんのだ。それが五影として立つ者の務め。それが我々五影の意志だ。ウチハマダラ、私たち五影を舐めるなよ。